何見たらいいの？好きなの見ない。俺はゲームするからさ。はい、冷たい。邪魔しないで。はい、冷たい。冷たいじゃない？冷たくなくない？冷たくないよ。今日開けてこれ、フレンチクルー。開けてよ。開けてよ。もううるさいなぁ。開けてよ。何頑張るの？頑張ってないね。もう本当にやめてんのか。頑張らないでとか。別に頑張ってないしさ。そんな喋り方じゃないもん、あんた。いや、そんな喋り方よ。優しいし。何が？動画じゃないとき。そんなことない。いや、そんなことある。いつでも優しいよ、俺は。いつでも優しい。張り合わないでいいからね。張り合ってないし、もう本当に気持ち悪い。なんでそんなことばっかり言うの？もう本当にやめて。本当にやめません。なんか、本当にそういう人みたいに見えるじゃん。なんか、そんな、あんたがそんなことばっかり言うとさ。あ、分かった。あんた食べれませんね。そうじゃ、気をつけてよ。あ、いや。ちょっとイケメン見ようぜ、いつも。もう勝手に見て。俺見ろ。じゃあ、お前見んなよ。お前絶対見んなよ、てか。いや、俺見ろ、ほら。キモい、キモい。キモい。キモいじゃねえぞ。いや、待って。間違えて、イケメンって検索しようにしてたわ。そんなイケメンって検索して出てくるもんなの？出てくるのよ、それが。イケメン彼氏とかさ。自分で言っちゃってんだから。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしいよ。いや、俺も言うけどね。文字にしたらちょっと、もっと恥ずかしいですよね。あ、これはあれか。美容系か。イケメンとか言ったらさ、ハードル上がっちゃうじゃん、自分で。自分で上げてるよ、ハードル。ああ。これはあれ？自分がイケメンですよっていう動画を上げてんの？自分をイケメンにするための、そうだね。方法みたいな。そうだろうね。まあでも自分に自信がないとできないんですもんね。いや、なんかさ、やっぱさ、思う、なんかもう、いろいろまた文句ったらしいんだけどさ、うん、インスタとかさ、うん、あのね、全部にさ、うん、同じ顔を載せてるやついっぱいいるじゃん。同じ角度でね。同じ角度で、うんうんうん、コーヒーを飲み来ました。何々しました、何々しました。うん、全部、俺見てが強すぎてさ、うんうんうん、なんか普段はあーかっこいいなーとか思ってぼーっと見てるけど、うんうんうん、ちょっとなんかイラつく時とかあんじゃん。あ、それ見てて、ね、気持ち乗ってない時、うんうんうん、そういう時ね、もう分かったからって思う。かといってさ、フォロー外したりするわけじゃないでしょ。しない。ほらもういいかもじゃん、お前。マジだね。結局見たいのよ。いや、でももう、いや、でももう分かったから、お前のイケメンはって思ってるよ、もう。え、翔ちゃんやればいいじゃん。やんねえよ。てか、大変よ、ああいうのって。だってさ、うん、高いさ、なんかよくわかんない高級そうなカフェとか行ってさ、うん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 、それでさ、撮らなきゃいけないのよ。それを発信し続けていかないといけないのよ。そうね。ちょっと家が汚いとことか映しちゃってみ、なんか。そしたらさ、え、汚い、えとか言われるわけよ。え、でもなんかさ、それはそれでさ、なんか、うん、そういう一面も、いや、そうそう、あ、見れて嬉しいみたいなさ、みんな言うんでしょ、どうも。やっぱり、どっちかというとメインはさ、うん。イケてる俺が、おしゃれな場所に行かなきゃ、じゃん。まあそうね。しんどいよ。金かかるし。まあしんどい。まあでも好きな人だったらいいんじゃん、別に、それが。もうそんなことよりも、俺だったらもう家で、うん。もう横になりながら、ご飯食ってる方が全然マシ。まあ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 。楽じゃん、そんな。まあそうよね。そりゃそうよ。気取るのって大変よ。まあそうよ。一度気取ったらさ、もう気取り続けないじゃん。そうよ。かわいい、もちまりちゃん、かわいい。はいはい、出た出た。はいはい、かっこいいです。うん。ダメ。ね、個人名言うとさ、ボロクソ言えないじゃん。いやいや、ボロクソ言うことないです。ボロクソ、ごめんなさい、間違えました。ボロクソ言うことないですよ。うん。ないですけど、ない。何でもボロクソ言ってるやつになっちゃうからさ、ちょっと個人名とかは。え、何でもボロクソ言ってんじゃん。言ってないじゃんよ。いやでも本当に、あ、ダンス上手いし。いや、上手いよね。いや、言うことないよ、俺は。うん。何？何？別に何も言ってない。もう唯一言うならかっこよすぎんだよ、って言いたい。あ、これ、うん、いただいた服なんですけど。うん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 。早速着てます。ありがとうございます、いつも。ね、嬉しいよね。いやもう、てか、俺マジでさ、うん、着てるじゃない。俺多分、あ、着てる着てる、うん、2年前とかもらったパーカーとかずっと着てるのよ。ああ、なんか服に、うん、まあ好みがないから。あ、こだわりがね。こだわりがないから、うん、何でも着れるんだよね。感謝しつつ、うん、ちょっとその送っていただいてる方に一生すがって生きていこうかな
やめなさい。何が？一生すがるのはやめなさい。一生すがるよ。もう。ありがたい。うん。いや、マジで、どんな服でも大事に着てるよ、私。うんうんうん、そうね。だから、もし、なんか、知り合いとかにさ、うん、少量の動画見せて、うんうんうん、これ私があげたやつっていうマウントがいつでも取れるよ。でも全部が全部さ、うん、動画を撮るときに着てるわけじゃないから。うん、普段はね。そう。普段使いはめちゃくちゃしてる。でも、もちまるの人形とかも送っていただくけど。ああ、そうね。でも、もちまるがこんな子だからさ、はしゃいじゃって、どんどん壊れてって。ああ、そうね。気づいたらね、ビリビリ破れちゃうから。ものによる。それは申し訳ないけど。まあ、しょうがないんじゃない？だって。うん。そういうもんじゃん。もちまるは悪くない。あんな使われてたら逆に売ってる人も嬉しいよね。ああ、そんなボロボロにされたらさ、うんうんうん、ちゃんと使ってもらってんだなんつって、そうよ、しっかりね、使い古して、うん、ダメよ、もっちはダメよ、お腹壊すよ、もちまる、うん、もちまるは、まあ、ご飯残ってるよ、あなた、ご飯残ってるよ、もうずーっと動物の無理してんじゃん、はい、もうかなりね、いい感じにできた、島が。え、もうそろそろ公開しないよ。いやー、しようかな。自分のインスタでフォロー、言ってください。夢番地ね。うん。自分のインスタでやってください。なんで？いいの？もちろんの少量のやつで。私物化しないでください。私物化ってさ、どういうことよ。私物化するわ。みんな来てくれるかな？うん。でもあれなんだよな。パクリなんだよね、全部。いいんじゃない？なんか、YouTube とかで、これいいなっていうのを全部真似してね。うん、どこかで見たな。見たことあるなって、ね。で、思っとけばいいよ、別に。そんな。でもすごい。やっぱすごいよね。よく考えられるなと思うもん。こういうの好き。シリが大好きだからさ、東京の存在する限界集落7選。東京にもやっぱこういうところがね。あるよ。あるんだもんね。団地とかね。面白いね。超好き。翔ちゃん好きよね、そういうの。団地とか、あとは道路とかで、うん。原付でも入って良さそうな高速道路っぽい場所が好き。てか、元高速道路とか、そういうところってさ、うん、もう速度制限が50キロとかなってるのね。ああ。で、形ももともと高速だったから高速っぽい感じで、うん、でも一般道なのよ。そういう道あるんだね。あるあるある。そうするとさ、ちょっと入っちゃいけないところに入ってるみたいな感じになってさ。確かに確かに。楽しくて仕方ない。へぇー。走ってるって思って。早くさ、バイクの免許取りに来たよ。何が？中型とかの。いや、いいのよ、今ので。だって、そしたらもうちょっと、もっとさ、スピード出してさ、うん、再、ツーリングとかできるんじゃん。いやいや、いいの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 、今のままで。後ろ乗せて、俺を。いい。なんて危ないでしょ。いや、危ないだろうけど。うん、だから、すごい、いつも自慢げにさ、俺は運転が上手いだって言ってた。いや、でも俺、上手いと思うね。マジで。なんていうの？入るところ。なんていうんだっけ？進入じゃなくて、なんだっけ？車線変更。違うよ。何よ。まあいいや、もう。よくないらしいよ。ちゃんと思い出さないと。合流？ああ、そうそう、合流。合流うまい。マジで。綺麗に入る。難しいよね。うん。俺も首都高とかでなんかできる自信ないもん。止まっちゃうパターン？いや、さすがにそれはないけど、さすがにそれはないと思うけど、すっごいビクビクしながら、うん、ちょっともう入れて入れてって思いながら多分入ると思う。東京で運転したことないからわかんないから。もう車に乗らなさすぎてさ、うん、もう車の用語とかがもう一斉出てる。わかんないね。うん。もうわかんない、わかんない。もうイケメンは終わったの？イケメンはもう終わった。なあ、さ、何？写真でいいのよ、イケメンは。ああ、動いてなくていいんだ。うん。もう、見てられなくない？動画とかさ、イケメンの動画ってずーっと、写真だからパッパって見れるのよ。あー。うんうんうん。なんかよっぽど面白いやつじゃないとさ、うん、そんな見れないよね。そうなのよ。でも翔ちゃん、あの人はさ、誰？あの人の動画はさ、誰？
動画はさ、見てないっす。嘘見るじゃん。すいませんけど、うん、もうだから、もう名前出さないでつってんじゃん。え、だって誰ってあんたが言うからさ、俺は出さないようにさ、あの人よって思ってさ。でも本当に、あの、好きよ、好きなんだけど、うん、すいません、10秒で閉じます。もう一瞬のその顔が見れただけで十分。あなたの顔は素敵なんで、その顔を見れればもう十分なんですよね。なるほどね。てかさ、もうさ、全然関係ないんだけどさ、うん、あの、サングラスして動画映る人何なの？え、タモさん？違うでしょ。タモさんはそういうキャラクターじゃんよ。違うよ。サングラスして動画映る人いるよね。いるよね。うん。あれやめなさい。マジで。顔が見たいの、あなたの。ああ、そういうことね。そうでしょう。サングラスかけてる意味ないでしょ。でもテレビとかでもさ、なんか、サングラスして出てる人、なんか人いるもんね。ああ、それは、だから、目の、まあ、ね。ファッション？まあだからさ、そう、どうしても目の病気とかさ、そういうのはもう仕方ないとしてもさ、普通によ。普通の体温も当たってないのよ。どうしても、曇り空よ。どっちかっていうと、うんうん、それでサングラスよ。だって建物の中でさ、サングラスなんてする必要ないじゃん。まあいるよね。うん。いや、顔見せてって思ってる。あ、そっちね。うん。顔が見たいの。ああ。てか、この話一番最初に持ってきたかったのを忘れてたんだけど。うん。前回生ハムとご飯の件あったじゃん。ああ、うん。なんか思ったよりも食べる人多くてさ。ああ、そうなんだ。え、なんかコメントできてたの？そう。ごめんなさいだよね。もう。だってもうあなたさ、うん、あの時普通にさ、生ハムでご飯食べてたじゃん。でも合わないなと思いながら食ってたよ。あ、そうなの？うん。あんが多すぎてちょっと。ビビってる。食べますよーって。食べるんだって。うん。ごめんね、みんな。傷つけちゃって。傷ついてはないと思うよ、別に。家に連れてこいとか言っちゃったからさ。ああ。もうこのままだと家にみんな来ちゃうからさ。それないでしょ。そんなことはない。はいよ。だから、その時はもうその時で受け入れようと思って。うんうんうん。でも、その代わり、あれよ。来た人みんな生ハムと白米しか食べさせないからね。マジで。あの、醤油とかも禁止よ。あの、ちょっと味が飽きちゃった醤油かけるのも禁止。もう生ハムとご飯しか与えないよ。なんで、そんな強気なの？いや、だって好きなんでしょ？好き。好きなわけじゃない。生ハムご飯好き団体が来るわけでしょ？なんで、うん。そういう食べ方もするよってことでしょ？ああ。すぐひねくれるから。ひねくれてないじゃん。ひねくれてる。